カッパにも食べさせてあげたいぐらい美味しいキュウリの漬物。今日誕生日の署名とは8社です。スーパーで買って、なんやこれうまってなってリピしてるクバラって会社のアゴだし浅漬けの素で、マジで簡単で誰でもできるから漬物好きな人にぜひ試してほしい。橋田はずっとキュウリで作ってて、今日は人参入れたけど、この浅漬けの素と切った野菜を袋に入れて揉み込んで冷蔵庫で時間を置く。んであとは袋から容器に移して完成。橋田は古漬けも好きやから汁もそのまま入れるけど、浅漬けがいい人は汁切ってもいいかも。これがマジで意味わからんぐらいにうまくて、焼きアゴとかカツオの出汁がめちゃくちゃ出てて、ほんまにうますぎて止まらんくなる。浅漬けならさっぱり美味しい漬物で、古漬けならまた濃い味に染まったのがご飯と相性抜群で、パクパク食べれてすぐなくなる。マジで漬物がメインの一品としてご飯と味噌汁あればそれで満足できる。これカッパが食べたらどうえらいことなると思う。スーパーにカッパの行列ができるぐらいにハマるはず。これ自分でどっかで蓋して食べるのをやめないと箸持つ手が止まらんくなんねん。いやこれはマジでもっと早く出会いたかったわ。てかカッパって今どこにおるんやろ。